久保さん、今回誠真、真にしましょうか。漢字がちょっと違うっていうね。真。あの、僕はね、真実からしか真実が生まれないと思ってるんですね。もちろん、まあ、今ね、ウクライナとかあのロシア戦でね、いろんなそのデマなんじゃないかとか、情報戦が行われていて、嘘が真実になったり、真実が嘘になったりとか、いろいろあると思うんですけど、 物事の本質っていうのは、真実からしか真実が生まれないと。例えばなんだろうな。新幹線に乗るという事実、真実。まあそれは真実って言ってるのか分かんないですけど、じゃあ新幹線に乗ったから、新幹線の移動。まあ例えば、東京から名古屋まで1時間ぐらいで行けると思うんですよね。新幹線で。まあ、鹿児島から福岡までも1時間ぐらいで行けるんですよ。新幹線に乗る。 そうすると1時間で行けるっていう真実がある、事実がありますよね。でも車だと3、4時間かかるわけですよ。まあ、休憩も言えたらね。そう。まあ、飛行機だったらもっと早いだろうし。でもそれって嘘ですか ?1 時間で移動するという真実は、うん。新幹線に乗ったという真実があって、なぜ1時間で移動できたんですか走ったんですか走っては、 無理ですね。東京から名古屋走って1時間でもし走れる人がいるんだったら、それはもうオリンピック,ピックで余裕でぶっちぎり優勝でしょうね。ぶっちぎりぶっちで優勝だと思いますけどね。な要は、ないものはないし、あるものからあるが生まれるっていう。うん、例えばその文明の発達もあるんですよ。あるものを発見してるんですよ。なんかその、なんか、 なんか,なんかその研究材料とかもそのないものを作ってるんじゃなくてあるものからあるものを作ったりとかあるものを発見できなかったけど発見したとかねうんであるものとあるものを組み合わせると今までなかったものができるとかねうんないものとないものを組み合わせてあるものを作れないですだってないんだからそうないんだから <laughs> それは無理ですよねと僕は思います うん、だからまあ何が言いたいのかっていうと今日やった事実今日やった誠の真実しか未来の真実っていうのは作れないんじゃないかなと思います今日やらなければねあのまあ久保様がタウンページの話してましたけど、まあ、今日やったのが見えなかったとしても見えないものでも結局それが積み上がったらねタウンページなんか分かりやすいですよね未だにそのタウンページあると思うんですけど あれも電話番号載ってるだけでもう1ミリぐらいの厚さだけど、タウンページ分厚いじゃないですか。じゃああれなんで分厚くなってるのっていう。1枚1枚はもうめちゃめちゃ 0. 点とかね、すげえなんだけども、積み上がるとあれだけ分厚くなるわけじゃないですか。それ嘘ですか嘘ですか <laughs> タウンページは嘘ですかでも1枚1枚ピラ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 薄いですよ。薄いですよ。うん。 僕も髪の毛薄くなりましたけど僕の真実は髪の毛がなくなってきたっていうね <laughs> 真実ですね <laughs> うだからまあ今日何をやったのかがまあ現実を作るっていうそれしか僕はそれしか信じないですね逆に言うとうんだからその信じるものは救われないってことですね 信じても今日の真実を、信じても今日の真実をつくつ作らないんであるならば、信じても救われないと。でも信じて、信じて、信じて今日の真実を作れば未来の真実は作れると、うん。でも信じるだけ。でも今日の真実、今日やったものは何なのか、それ何もやってない。ただ信じてる。 ああ、神様お願いします。ああ、神様お願いします。ああ、神様お願いします。ああ、神様幸せになれますように。神様に祈っていたら幸せになれる。それはなれないと思いますね。僕はね。現実変わらないじゃないですか。収入変わるんですか。なんか神様がピッと降りてきて、じゃああなたは年収一千万です。ならないですよね、多分。 <laughs> あなたがどんな仕事をしたのか、あなたが会社にどんな貢献をしたのか、もしくはあなたが事業を立ち上げたのか、その真実からしかないと思いますよ、何か新しいことを挑戦したと。久保さんもマージャン店でしたけど、ネットビジネスに挑戦したという真実があって、でやってきたという真実があって、その真実から真実が生まれてると。うん、だから なんだろうな。結構その、なんか、僕はね、なんか、あの、まあ、これはね、なんだろうな。まあ、その、一般の思考停止してる人に商品売ってるんで、その、今のままでいいよとか、なんか勝手に願いが叶うとかね、なんか何もしてなくても勝手に願いが叶うよ的なメッセージの方が、思考停止してる人からすると、 あ、そんなのあるんだ、みたいなね。だからその昔から売られてるじゃないですか。呪術、呪術、呪術、術ですよね。パワーストーンとかもありますけど、未だに売られてるし、買ってる人いっぱいいると思うんですけど、パワーストーンですよね。あれ、ぶっちゃけつけても何も変わんないと思いますよ。僕はね。でも広告ではね、呪術をつけるだけで億万長者みたいなのあるじゃないですか、未だに多分。僕はね、変わらないと思ってます。はい、何もやらなければ。 例えば恋,恋人ができましたとかねなんかいろいろあると思うんですよそのだけど何もね活動してないじゃあ部屋に引きこもりでね何もやってないのにどうやって恋人できるんですか教えてくださいまあもちろんスマホでスマホをいじってねなんかその恋愛アプリとか,なんかそのマッチングアプリとかやってるんだったらまだその可能性はありますよ何もやってないのに術つけるじゃないですか で、いきなりじゃあ、ピンポンして、あなたの恋人になりますっていう女性が現れますか現れるわけないじゃないですか。<laughs> ピンポン抱いてくださいあお金払ってるんだったら別かもしれないですけどね。それはお金を払ってるんだったら別かもしれないけど、ピンポンっつって、いきなり、あの、結婚しましょうとかね。彼女に、私を彼女にしてくださいとかね。結婚してくださいとか、絶対ないですよね。絶対ない。久 <laughs> 保さん、ありえますないですよね。数珠をつければ恋人ができるとかね。<laughs> だから結局何かをやったという事実、何かアクションをしたというね、ただそのアクションをするときにこういうお守りがあるとしやすいっていう、ただなんだろうなきき、気持ちの問題です。気持ちの <laughs>、気持ちの問題 <laughs>。あの、心っていう術を持ってるんですよ、みんな。心術みたいなね。心に術を持ってるんで、術いらないですよね <laughs> そ<う>そ。それを 可視化してるのか可視化してないのかだけですし、神を可視化してるのか可視化してないのかだけだし、神っていうのは自分の中にいるんで、久保さんの話にこう上乗せするならば、神、神様っていうのは、自分の中にいるんですよ。そう。可視化しなくてもいいです。自分の中にいます。まあちょっとね、難しい話かもしれないですけどね。まあちょっとマッサージいってきます。今から久保さん、いってらっしゃい。